あんたが一番に脱落しそうじゃない。うん。平気だよ。試しにしてみてよ。ある晩、見知らぬ番号から電話がかかってきて、電話に出てみると、うなり声のようなものが。うん。慌てて切ると、二度とかかっては来なかった。よかった。だが気になって、折り返しかけてみた。 なんで？だが、何も聞こえては来なかった。ああ、よかった。その代わり、携帯代の請求がなぜか10万円。怖っ！架空請求怖っ！ ゆかりちゃんの方が怖いよ！